チャンネル66。What's up 66ジンです。What's up ファインクリークレーザーズ有馬です、はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日は、2023AW のファインクリークレーザーズの展示会の方にお邪魔しております。はい、ありがとうございます、はい。めちゃくちゃ楽しみにしてました。ありがとうございます。はい。と、うん、いうことで、はい、今日ね、新作とか、新しく今回、この2023AW で出るラインナップの方を見させていただいた中で、まず新作、こちら真ん中にあるもの、ね、皆さん見覚えありますよね。はい。こちら、5周年記念。はい。はい。5周年記念になってます。出たのが、リンドバーグ。はい。またこのリンドバーグ。はい。ね、ファインクリック&コーでも、ワピチで、発表されましたよね。発表されてますね。はい。まさかの。まさかの、ま、でも、デザーズで5周年、うん、出ました。はい。と言われても、リンドバーグってもともとは、うちのラックスラインで20着限定で販売させていただいたモデルになります。ラックスラインで20着限定で、あっという間に完売した。あ、そうですね。1点で完売した。あれの形なんだけど、皮が違います、ね。やっぱり20着限定で購入された方と同じものじゃなくて、レザーの仕様が違うんですよね。はい、形は同じでもあって、はい。そうですね。ラックスラインの方だと、はい、オイル量の含んだ脂肪感のある皮を使ってたんですけど、今回は、はい、レオンの皮を作って、レオンの皮を作った上で、さらにその上にリッチモンドのフィニッシュをしている皮になります。あ、ファインクリークの中でも人気のこのレオンのレザーを作って、そのままのレザーの上に、ファインクリークでも人気のリッチモンドのフィニッシュ、上にフィニッシュをしている。ってことです。で、どうなっちゃうんだろうね。いや、僕もこれ、まあ、レオンね、着させていただいてるんですけども、こうね、写真の面で出る感じで、はい、こう、着させていただいてるんですけど、はい、もう、わけわかんないんだけど、どんな感じになるんだろうな、これ。これは、リッチモンドのような、経年変化をしながら、リッチモンドってどっちかっていうと、こういうところが、こう、剥げてくるというか、剥がれてくる。剥がれてくる。で、茶色が出てくる感じ。そうですね。うん。そして、その剥がれた、さらに先に、うん、レオンの皮の、経年変化のような。おぉ、ボワッとしたような。っていうことは、意外に、ヘビーな感じ、もう、着込んで、ヘビーな感じに着込んでも、はい、なかなか、こう、味が出てくるか出てこないか分かんない感じなんだけど、はい、でも、着れば着るほど楽しみがある。まあそうですね。ちょっと時間はかかる。経年変化にもその、時間はかかるんですけど、うん、長く楽しめる革だとは思う。なるほど。でも、ほら、有馬ちゃんが今着てるもので、はいはいはい、こう経年変化、これもそうなんですよね、はい。経年変化をさせたものなんだけど、はい、でもこの蛇腹なんか、これそんなに着てないんだよね、まだ。これ多分3日ぐらいです。3日ぐらいで、このしっかりした蛇腹が出てくるっていうことは、やっぱり経年変化がしづらいんじゃなくて、このしっかり経年変化しながら、こうずっと長く楽しめるっていう。はい、もう全然こう手強い感じなんだけど、でも、こう着込めば着込むほど、すごく味も楽しめるってことだよね。そうですね。で、厚みの方は、これが2ミリ。2ミリアスぐらい。うん。ぐらいに感じる。感じる感じ、はい。結構分厚い感じ。そうですね。ですよね。うん、僕もね、リンドバーグ、40のサイズを、ね、前回のラックスラインの方の、あれ。うん、あれを着たことあるんですけども、はい、あれを着て、これ38なんですけど、38を着た時に、かなりこう、サイズ感の、こう、着た感じのサイズ感が、こう、違う。ちょっとちっちゃく感じるんですよね。はい、それっていうのをさっきちらっと聞いたんですけど、はい、やっぱりそのコーティング、はい、うん。をすることによって、はい、お上から抑えられる。そうですね。うん。感じがする。多分そのフィニッシュがあって、厚みを感じると思うんですよ。厚みを感じると。ああ、なるほど。パリ感だったりとかが増すので、うん、厚みを感じる。感じる感じなので、はい。まあ、これ一概には言えないんですけど、36着てる方は38でもいいよっていう
感覚にもなる可能性はありますね。まあ、そうですね。ね、うん。ちょっと基本、うちの36来てればそのまま36来ても全然大丈夫。大丈夫。まあ、来ていくと、やっぱり手強いですけど、だん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 自分の体に馴染んでくるよっていう。はい、で最初はきっとちょっときついかもしれないけど、まあ、そのサイズにはなっていくっていう可能性もあるということですよね。はい。すごい。もうね、この皮はちょっとね、やばいと思います。はい。もう光沢がバツッとあった上で、しかも経年変化を見るとすごい良い経年変化を3日間でこの違い、もう美しさからいきなりこう無骨な感じに変わるっていう雰囲気、それはねちょっとだからたまんない。やっぱりインドバウンドすごいなと思います。まだワクチのアンドコードワクチン の、はい、あの5周年のワクチンの、はい、あたりのものと全く違う、形は同じだけれど、はい、全く違うものっていうもので考えても、はい、過言ではない。過言ではない。まあ、もう全然別物だと考えて。別物だって考えていただいて、はい、あれはあれですっげえ、うん、これはこれでまた素晴らしくいいということです。はい。後ろのね、バックサイドもちょっと見てみましょう。はい。これプリッツとかなくって、このままストーンとなった感じ。うんですね。まあ、すっきりした感じですっごいかっこいい、はい、うん、もう男は背中で描かれてそうですね、いう感覚です、はい、ぐらいもうすっきりした感じで、はい、もう本当に革の質感がもう見て取れる感じになっております。で、この特徴としてはウエストの方をちょっと絞ってあるので、ウエストが絞られて、はい、うん、若干ビルドアップしているような感じの、うんうん、その中ではそういうデザインになります。ということはもう北谷のスタイルがすごく男らしくてかっこよくて、はい、でも女の子としてもかっこいいもんね。女の子絶対かっこいいよね、うん、女の子としてもすごいかっこいいと思いますよ。はい、ということで今回、はい、5周年ということで、はい、新作これ1点リンドバーグ発表されました。で今回そうだね、ファインクリックレーザーズ19のラインナップが出るって言って。あ、そうですね。19社ほぼ 80% ぐらいのフルラインナップ、80% ぐらいの、うん、ラインナップが5周年ということで発表されるということで、はい、そちらの方もぜひご期待ください。はい。はい、皆さんね、もう頭悩ましてると思うんですけども、頑張って、革ジャンこれからも頑張っていきましょう。はい。ということで、今日は新作の紹介をさせていただきました。はい。またね、これからもね、ファインクリックカンパニーの努力で、ね、先に紹介していきますんで、チャンネル登録してお待ちください。それではまた、はい、次回の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。またね。ありがとうございます。